フランス一部 AS モナコがクラブ公式 SNS を更新。日本代表 MF 南野匠の漫画風タッチのイラスト公開で、再び話題を呼んでいる。今回は日本の人気漫画をモチーフにしているようだ。アジアカップの代表活動から帰還し、現地時間2月11日のリーグアン第21節では今季5アシスト目をマークした南野。18日の第22節トゥールーズ戦でも再三のチャンスを演出したが、惜しくも 1-2 でチームは敗れている。25日に RC ランスとのアウェーマッチ、リーグ第23節を控える中、モナコのスペイン語版公式 X、旧 Twitter が1枚のイラストを公開。匠×炭治郎シャープ鬼滅の刃シャープ鬼滅の刃と題した投稿では、日本の人気漫画、鬼滅の刃の主人公、竈門炭治郎と共に刀を持った南野が登場している。モナコカラーの市松文様の羽織をまとった南野の独特のイラストに対し、ファンも、まさかの鬼滅コラボ、いろいろ大丈夫なのか。なんだこれ、相変わらずぶっ飛んでる、南野もっとイケメン、さすがにおもろい、本物の方がかっこいい、といった困惑の混じった声が寄せられていた。